今回はアルプスの少女ハイジのこの復刻版ビネットというガチャをやってきました。このガチャは食玩アルプスの少女ハイジとろけるチーズのプチパン2付属の傑作ビネットをカプセルフィギュアとして完全復刻しましたと書いております。でラインナップがブランコとハイジ、子猫騒動、ヤギガイのペーター、頑張れクララ、おんぶの練習、あ、かわいいで、ハイジ山に行くの全部で6種類です。このガチャは1回400円で高めだったんですが、このラインナップを見てすごい出来が良さそうだなと思ったので、今回は3回回してきました。で、この透明なカプセルにこの封のしてある中身がわからないような袋に入っていました。早速一つずつ開封して見ていきたいと思います。まず1つ目、はじゃーん、お、これは、あー、かわいいクララですね。これの頑張れクララが出ました。すごい出来が良さそうです。2つ目は、お、これはおんぶのシーンです。これもすごい出来が良さそうです。最後の3つ目、開けます。最後は、お、かわいい猫ちゃんの、これ一番欲しかった猫の子猫騒動が出ました。それではこの3つを今から組み立ててみます。3つすべて組み立て終わりました。まずこの頑張れクララは細かい表情までちゃんと作られています。この木のところなんかもちゃんと模様が入ってますね。で、このヤギさんがすごい可愛いです。で、後ろはこんな感じになっています。で、次にこちらのおんぶの練習、これは、ヤギガイのペーターとハイジがおんぶの練習をしているシーンですね。で、こちらもヤギさんがすごい可愛い表情をしています。すごい2人の表情もすごいですね。細かいところまでできてると思います。で、一番狙っていたこの猫がついてるので狙ってたんですけど、子猫騒動、これもすごい出来がいいですね。このおばさんの表情がすごいいいです。で、このおばさんが着てるワンピースですかね、引っ張って遊んでって言ってるんですかね。すっごい可愛いです。で、この本の文字のところもすごいよくできています。ここの猫ちゃんも可愛らしいです。で、後ろから見るとこんな感じになっています。こちらの3つのフィギュアは台座なしでこういう風に飾ることができます。このガチャは1回400円と少しお高めなんですが、一個一個すごく出来がいいのですごくおすすめです。それでは今回はガチャガチャのアルプスの少女ハイジ復刻版ビネットでした。